ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョミットは始めていきましょう。今回はですね、ジャパンカップ1回戦岡山ビーターローズです。4位です。そう、岡山直太郎って言ったら新しい特撮が特撮というか戦隊もドンブラザーズですね。まさしくモー太郎をテーマにしています。果たしてどうなるんでしょうか。当然鬼退治でしょうからね。5つの交代でいいかな。まあ、勝率はこうですよね。圧倒的です。難しいですね、このメンツ。こちらボールのスローインです。ゴール前、これを決めてほしかった。相手ボールをスローインです。また相手ボールをスローイン。先ほど気をつけないと遥かはキャッチ。なんか正面突破ですね。やっぱり相手守備が意外と硬い。交代要因も結構鍵になってきそうです。なかなか相手のガチを割れません。どんどん外に出してますね。積極性がない。カツを入れてやらないとダメかもね。なんだこれ、良くないですね。危ない。前半終了。モロカとエリカと攻撃的チェンジです。もう行くしかないです。久しぶりの攻撃的無人。あっと、そして奪われてしまった。あっと、かかっていた。
ては全てかけてますからね、トーナメントなんで。ヘブ戦とは違うんだ。さあこれ今度の投入ですね。いかがですよ。ファールじゃない。なんだこれ、相手完全にボールを捉えている。相手の方につながれてやってるんですよね。そしてまたピンチ。60分を経過しております。さあ何だ、外してしまった。危ない。これはコーナーキックです。横に滑る。一体何が良くないか。時間が刻々と過ぎていきます。折り出しはモーターもパーですね。さあこれ敗退してしまうのか。4枚の敗退。残り10分。こちらボールをスローインです。完全に相手を思うようにやられてますね。もう時間がほとんどない。なんと岡山ピーターローズにジャイアントキリングされてしまいました。岡山ピーターローズペースでしたね。そして後半4分、これは柴崎かいくぐってシュートを打たれてしまいます。天候が崩れた。この瞬間ちょっと雑だったですね。このナーコのシュートも結局そのあたり心一体で点を取れず、味を迫れずっていう感じで完敗です。課題も2つしかなぜかいただけなかった。ジャパンカップは今年のジャパンカップはなんと2回戦負け終了です。2回戦負けっていつ以来だ。3年前ですね。その時は優勝してるんですよね。結構空きがありますね。これ見て
と2戦ということで、まあ、どちらにしても2位は確定したのに消化試合となってしまうので、この先は練習試合をターンと言えるってことになるかと思います。ダンテペンタゴンは上がってきたチームですね。ハートがとにかく強い。あと森田ね、森尾ニルンストの守備力、走力、なかなか点は取れないと思った方がいいんで、しっかり高メンバーで挑んでいきたいと思います。ということで、今年の冒険はこれで終わってしまった。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。